はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで AMA さんですね。はい、スペクトラとセレクトですね。はい、で、両方ともヒット系のみということなんですけど、送付してくださいということなんですけど、まあ、スペクトラに関しては全てのカードをお送りします。まあ、全てお送りしても16枚で、まあ、ほとんどシリアル入ってて、シリアルが入ってないものもあるんですけど、まあ、数枚ぐらいしか出ないだろうと。なので、こちらは全部お送りしますね。で、セレクトに関しては、まあ、光物以上お送りします。はい。で、RC とね。RC も、はい。で、まあ、もし、まあ、一応ね、当社の、リサイクルとかね、寄付ボックス、そこに入れておきますので、まあ、もし、この動画をご覧になっていただいて、やっぱレギュラー欲しいなとなったら、水曜日までに教えてください。ね。はい。光物。ね、トーレス。有原さん。ね。有原さんとかもこう、ルーキーいますから。ね。ルーキーはお送りしますね。はい。ひっくり返ってます。縦型？あ、ブランドン・ローさん。めっちゃ活躍しましたよ。プレーオフも楽しみですね。いい選手になりましたね。150シリのジャージ。サインが2枚にジャージが2枚が、はい、基本となってます。アベレージですね。ね、ルーキー。マッケンジー、色付き。パシェだ。おお、これはいいですね。まあ、中位ルーキー、上位ルーキー、あ、間ぐらいかなっていう感じ。デリック・ヒル、シルバーね、ルーキーです。あ、これムーンショットだったっけ。シルバー。お、ピーター・アロンソですね。インサートのシルバーです。アロンソも結局39本40本近く打ちましたもんね。なんだかんだ言ってね。ジャッジ・トーレス。お、ゴールドっぽいです。ゴールドっぽいです。イエローだったらすいません。多分ゴールドです。せーの。お、インサートのリュウ・ヒュンジンのゴールドだ。スターズ10シリきました。7の10。はい。10枚限定来ました。パダック、ジョイバット。ブラックストーン・ギャレットでメモラ2枚目かな？ウドルフさん。たまにホームランも打つ。ね。ピッチャーなんですけどね。ホームランも打てる。メイとリュウ。はい、チスホルムで赤。お、ダルちゃん赤です。ダルビッシュ199ですね。はい、カブレラトロ。適当に投げてますけど一応全部入ってますあとサインが2枚ですね。これかな。ひっくり返ってます。ウィル・クローウェ、クローウェ、クローウさん。25シリだ。15の25。あ、クラックドアイスだ。おお、ピッチャーか。ピッツバーグのピッチャーかな。うん。クラックドアイスのオートパッチ。25枚限定です。はい、これともう1枚、サインがありますんで。ホワイトだな。あ、アブレイユ。アブさんですね。ホワイトソックスのアブさんです。いい打者ですね。50の13。店長好きですね、アブさん。はい。スタントン、ロバート。
あと3パック。あ、ひっくり返ってるね。これかな？はい。ああ、パシェだ。はい。ブレイブスのパシェですね。299。うん。はい。オートジャージルーキーです。パシェだったらね、もう全然まだ。まだまだ期待できますから。で、あと2パック。ゴールドも出てますしね。片っぽが。アトミックの25シリオートジャージだし。ルーキーとルーキー。で、インサート、ヒメネスさん。ルーキー。ルーキー出てもね、20枚ないぐらいですね。はい、ルーキーです。あ！ゼブラじゃない？獣王です。シマウマです。シマウマから、多分、ケース1出ない？あんま見ないですよね。いい選手、スター系かルーキーかだといいんですけどね。せーの。お、アロンソだ！おー。はい。ルーキー。で、ゼブラ。その下、リフも来てる。シルバー。モニアックだ。ルーキーの。おお、こんななんですね。PB で初めてですよ、多分。シマも来たの。シリアルとかはないんですけどね。うん、レアなパラレルです。シママから、うん。はい。3年前にパニーニさんに、日本のパチンコっていい配色いっぱいあるよって教えて。何言ってた、ライオン柄、チーター柄とかね。シマウマとか激アツなんだよって言って首をかしげてましたそもそもパチンコの演出自体がよく分かってないからね。キリン柄とか言おう、ほんまにみたいな感じで質問されました。はい、じゃあ行きます。はい、ジョシュベル。こちらサイン1枚とジャージ、ね、メモラが1枚は出てきます。あ、2枚目、次からこうやってやりますね。次からメモラなんで、これ15枚限定だ。ジョシュベル。はい。で、ここがメモラだと思います。あ、ダブルだ。ジェファーソンですね、アスレチックスだっけ。50の50。ダブルのジャージです。で、ここがサイン。あ、大カットがあるわ。お、誰だ？あ、ブランドン・ローだ。オンカード。おー。ねえ、去年とか、まあ、2割5分15本から10、まあ、20本いかないぐらい。まあ、ただ、守備が良くてね。うん。セカンド、まあ内野守れて、まあ出塁率もまあまあいいし、打率も2割5分で17本ぐらい打てば全然 OK ですからね。それが今年ね、30何本40本ぐらい打っちゃうね。いい選手になりましたね。うん、タンパの強くなった一員ですよね。内野が打つっていう、ね、はい、オンカードですからね、これもね。で、その下は、エヴァン・ホワイト、ルーキーの大カット、25枚限定です。相変わらず、帳尻がいっぱい出ますね。ベテランのオートが来ましたね。ローソンだったら全然いいです。はい、ゲリット・コール。これ薄いな。50の4番。ヤンキースの、もう、大投手ですね。で、メモラ。あ、レデンプションだ。デイビッドソンさん。75シリだ。75シリです。で、レデンプションです。大丈夫か？せーの。
おお、あれなど、ベテラン2枚あるな。スプラッタースプラッタースプラッターってかなり後ろの方にありましたね、パラレルリスト。うん、結構小シリアルかもしれない。うん、101の3つ2つ3つ手前ぐらいに書いてあったんで、結構10とか15 5とかそういうレベルかもしれないですね。はい、フルスペクトラム、あ、さっきのとは違うんだ。いいっすね。アレナードにブランドン・ローソンで、その下は、あ、はい、マノアですね。いい投手です。ルーキーですよね。ルーキーだ。結構いいっすよ、トロントの今年のね。まああそこの地区はもう大変な地区ですから、ヤンキースにレッドソックスにタンパにですから。はい、ボービッシュだ。これピンク、ボービッシュもすごい頑張りましたね。40の7。はい、もう超スーパースターの仲間入りですね。もう成績的には文句なしです。ロビン・ヨントレジェンドのジャージ75シリ1番ヨント、ブルワーズのレジェンドだよね。カンサスシティかと思った一瞬、なんか色がで、サインのところ誰だ、あ、ブライアン・シンガー、ブレディ・シンガーね、ロイヤルズのルーキーピッチャーです。199ですね。はい、いいボール投げますよ。まあタイプ的にはあの数年後マックシュ、マックシュじゃない、マックスシャザンっぽくなればいいなっていう感じです。ギルバートルーキーです。はい、ネートローさん30の15、また薄いな。あ、メモラはイアンダーソンとパシェ、ブレーブスのルーキーお二人ですね。ダイナミックデュオ、これ通常なのでシリアルがないです。でサインです。薄い、誰だ、ライリー・グリーンだ。あ、あれ、プロスペクト、あれ、ライリー・グリーン、ライリー・グリーン、あれ、ライリー・グリーン、プロスペクトだよねはいね、ということでベテラン2枚、ルーキーオートジャージ1枚、プロスペクト1枚。プロスペクト一応あることになってるんですよね、カード自体も。でブビッチさんの30シリとなりました。サインオートジャージはちょっとこの180、100何十ポイントかないので、このスナップに入れます。で今日発送しますので明日着ですね。まあ硬質のケースなんで安全です。タンパはプレーオフ楽しみですね。ワンダーフランコもいて、まあ、ドジャース強いのはね、はい、100も表示ですっていう。よいしょ。でレデンプションが1枚出ましたが、アレナードのサインカードの交換券ですので、ベテランにルーキー1、プロスペクト1、多分そうだよねこれね。はい、っていう感じですね。うん、まあベテランがこうやって出てくるといいですね、やっぱりね。まあルーキーもいいんですけど、あとは初めて見ましたゼブラカラー。バスケットだとケース1ぐらいなんですけど、野球はちょっと分かりませんね。初めて見ました PP で。通販でね
これなんですかっていう、あの初めて買われたお客様とか問い合わせはありましたけど、ちょっと出現率は分かんないっすっていうね感じでしたけど、これそうだ、ちょっと熱いんだ、ちょっとアトミックが熱いのでカードが、あとはセレクトゴールドね、リュウさんのゴールドが出てますんで、まあ他スペクトラはね、小シリアルとか出てますけど、まあざっとこんな感じでしょうか。ね、3以外だとここの、この辺かな。やっぱセレクトはこうやって、うん、レアなパラレルだったり、ゴールドだったりが結構まあ出やすい方なので、商品的には。ね。結構面白いですよ。価格帯もかなりね、2万円普通に余裕で切ってる値段で、まあここまでっていうのはもう今なかなかないですからね。あとはセレクトね、サインが2枚出ました。まあルーキー2枚で、パシの方があとミック、あ、クラックだったらなっていうのは、はい、よくわかっております。はい、で、スペクトラはサインがこちらの4枚です。アレナードね。フルスペクトラムシグネチャー。ここにはちょっとないので、うん、別のデザインのですね。まあ、オンカードかどうかちょっとわかりませんけど。で、多分これ、プロスペクトだよね。で、ブランドン・ローさんね。成績今年はすごい良かったです。で、まあ、今年のルーキーの投手の中で上位の方です。シンガーさん。はい。技巧派。技巧派というか、まあ、結構チェンジアップとか、えげつないですね。はい。じゃあ、ポーカーをやります。左のタブが店長で、右のタブがお客様です。で、1枚以上の製品で1回ですので、セレクトで1回、スペクトラでもう1回で、合計2回戦ですね。お客様先行で3回押します。1、2、3。お、ジョーカー。クイーンのワンペアですね、うん。で、左側で店長が3回押して、勝負です。まあ、余興で捉えていただければ。はい。余裕で負けました。はい。そうしますと、あの、55ポイントの黒マグホ、ね。ちょうどセレクトのカードちょうどいいので、あの、ね。帰ったら使っていただければ。で、スペクトラの分ですね。参加をします。1、2、3。お、3カード。エースの3カードですね。もうほぼ2連勝じゃないですか。引き分けの場合は店長勝ちになっちゃうんですけど、2、3カードやっぱなかなか出ないですよ。フラッシュ引いちゃいました。申し訳ないです。はい。まあこれもね、余興ですから。はい。ね。いや、いい勝負でしたね。うん。いや、こういう、ね、いいっすよね。面白い。はい。ということで、まあ1勝ですんで。まあ、勝率は普通 33% ぐらいです。なので2回で1回勝てれば全然 OK です。ぜひ使ってください。まあ、こういうのとかにね、すごい合うんじゃないですかね。うん、はい。じゃあ、こちらで今日発送いたします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。